初めて大丈夫なの？あ、初めて大丈夫そうです。決勝です。1P 側に、チャップさん、ロイさん、クニさんのチーム、 2P 側にミケの2位ヌッテ、アルカ、ファーストネフェルトピトゥ、ジョニーチップに対して出てくるのがテスター。怖いですね。決勝です。 1P 側チャップチップ、 2P 側ミケナウィーヌって、テスタガンダッシュ。さあ壁にいきなり追いやったのはミケナウィー、網をボリボリ張ってタッチパン、あれちらタッチぐらい、グレーブディガーからマイクでダッシュ、マイクで完成ついてます。落として壁キープ、中段がカウンター、これはまずいか。とりあえず、あー身が当たらず、あ前歩き投げだと、あーみたいな感じです。日本選手ミケなのに埋めて、タッチパン、タッチハイ、上を見ている、タッチパン、タッチパン、シャガハイが当たらず、このダメージ、中段はしっかりと、ジャンプ入れっぱ、ジャンピー、ジャンディー、アルファ、さあ表、ダストしっかりガード、シャガイスで、シャガイスを置く、縦にで、じわじわと攻めに行きたいか、チャップチップ、ここで、ヘチョ手裏剣を、下段しっかりガード、あ中段がヒット見えんかった。あーこれは終わる。おいちょっとね、ネベルトピトゥさんのジョニーがね、なんか決勝がさないかなってものすごい聞こえちゃったからさ、おいおいって思っちゃうよね。ここで止めてくださいますよ、クニさんのアンジあのね、最近元気がいっぱいだからさ、レフェルトピトゥさんはさあ HP 側に出てくるのは中堅クニアンジ。クニといってもあのクニではなく、今日はね、あのあっちのクニさんの方はクニパイパイだったんでね、パイパイがついてるかついてないかで判断してくださいありがとう、今のはいいよ。さあ壁から中央に引き戻す、うん、ジャイアンスカウンター、しっかりと網を仕込んでいた。あー空投げがねちょっと遅かった、反応が。タッチ系金エスマイパン、ディレイをかけている。ジャイアンスは少し、ジャイアンス本当は当てたかったんだよね。結果ライランズにバースト、お互いゲージは 50% 以下なのでバースト打っても問題はありません。前系をスラバー、すごいですね。さあタッチ系に夫人をね差し強き、植木を張って植木が潰れて、シャーケーから網、風神読み、熱足払い、足払いヒットだが、さあまた壁に追いやる、前系サンピー、あジャンケーがヒット、しっかりと上がっている。ジャンケーがヒットしてからディレイをかけて、しゃがみぐらいなんでね、シャガパンが決まるという。ジャンピーで割ってジャイアンスで引っ掛ける。さあダッシュ投げは通らない。ジャンケー表、タッチパンはしゃがみで透かしてから逆に投げられる。前系ランズバーストがないからフルコン決まります。でもバーストゲージが溜まるしゲージも溜まる。タッチパン、タッチパンからジャンハイ、ここで対処、ジャイアンスジャンピー、中段しっかりガードは FD で離している。お互い中央キープ、 PP ジャンケージャンエスからコンボを決めたかったが風神は網が引っかかる。まあ確かにたまにね、あの風神が潰れる場合がありますけど、さっきはマイケーにシャーケーがヒット。ジャンディーランズからタッチハイから網で上を見ていた。さあお互い1-1、バーストもちもち、
ダッシュタッチパン、エゼビストヒット、うん、ジャンリング当たらなかった。バイパンカウンター、うん、足払いでバースト透かしてオン、風神輪ダッシュから、うん、シャーケーが決まる、足払い 3P カウンター、お疲れ様です。お互い戦法を下す、お互い戦法を下して中堅中堅、出てくるのはネベルとピトゥのジョニー、クニアン自体ネベルとピトゥジョニーですね。ただこのカードをアンジ側の方がって思っちゃうんだけど、そうでもないんだよね。ジョニーがないないっつって、ジョニオがねえっつって。ああ、下段ぐらいなので、シャーガイス立ち合いしっかりつながって立ち合いまで決めて、普通は出さない、出なかっただけなのか、うん、とりあえずゲージはね十分にあるんで、お互い中央に戻してジャンハイを落とされる、おっとと関係を張っていた。足払いはヒットしない、バックステイかわして前ハイ、立ち合いカウンター、うん、上段がヒット、これは危ない、生ぐらいだったので危なかった。しっかりとマイパンを張って上を見ている、キラーゲナヒット、あれー 3K がカウンター、久しぶりに見ましたこういうの。ミストファイナーに風神を当てて、シャガパンシャガパン、金エス立ち牌が当たらず、立ち牌漏れていた、うん、ジャンエースにマイパンを渡されて、これが根性値、ポイン、さあ壁にじりじり追いやって、ゲージはお互い十分にある、どう切り返すか、おわいや、うん、ピーカーはいい読みをしてたんですけど、足払いが2段ひどすぎる。お互い中間戻して、シャガエスはガードしつつコインが当たる、立ち合いが当たらず、立ち系からの筒進化、おーおージャン系ジャンピー、立ちパンから上段、立ち合いがヒットしたが風神が遅かった、ディレイをかけてました、ガードしてると思ったんでしょうね。風神はしっかり足場で返していた、キラーは裏、ジョニー側も FD で話している、前パンとコインがヒット、さあお互い中間距離維持、タスケ足払いヒットからのシャーケーはしっかり当たらない、ダッシュ FD で攻めを、ね、見せといて封じる、あーガードはできている、 3P はヒットしたが、タッチハイがセンター当て、ジャンハイ落として、あー 3K は読んでいて、若干ディレイをかけた、シャガパンだったが投げて1本センス、1本取り返す、1本取り返す、クニアンジ、お互いバースト持ち持ちで、さあじわじわゲージを貯めつつ、ジョニー側が若干前に出てきたが、うーん、なんだと、アンジ側のセンスが光りますね。さあ攻めに行った、だがさすがに通らない、コインからジャンケー、ジャンスジャンディ、遠線画でこのダメージ半分まで減っていく、 8K 使ったところにゲージをふんだんに使って、でも根性紙があるんでまだ大丈夫、さあコインを使って壁に追いやって、遠線画もしっかりガード、マイパンで、うん、頑張りたいか、さあジャンピースカタがジョジョブレア投げて、はい、足払いが当たらない、少しずつダメージを与えていく、バストはガード、ジャンケイがね、ジャンケイジャンケイでガードしたと、いやあの立ちハイ、前ハイか、前ハイを死んでね、カウンター取って、やべえと思って、
ただロイソルを大将引きずり出したネフェルト・ピトゥ・ジョニー開幕エンエスはバックダッシュコインコインミストファイナー少しずつダメージを与えていくのがジョニー側しかも前調整が非常によくできている前調整がうまいなあリボルバー当たらずロイソルもどっかでぶっ込んで決めたいところジャンハイがヒットこれがぶっ込みはい受け止めジャンハイガードからジャンプはさせないと言わんばかりに立ち系からしっかりと上を見ているバーストガードして遠線側でダメージ取っていくミエス立ち配は直がガンフレガンフレゲージを貯めていきたいかおっゴールカで落として受け止めさがパンシャガキ足払いガンフレ上を飛ぶジャンハイロイガーも上を見ているガンフレさあガンフレどうなる前系出したところにシャガパンカウンターからしっかりコンボを決めて一本選手はロイソルダッシュ足払いリボルバー、うん、リボルバー裏回ってしかも壁に追いやってしまったどうなる立ち配立ち配にボルカ足前カウンターからリボルバーで落としてシャガパンタッチパン前ハイの暴れ潰しリボルバー若干ディレイをかけているジャンピージャンピージャンピーで下ろしてだが飛んでいるのはジョニーだがやっぱり上を見ているロイガはどっかでああとかぞキンバーを当てていったゲージがあるから怖いけど足払い足払いさあどうなるダメージが加速するまあ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 まだねこれまだ UFO お前系からこのダメージで終わる一本取り返すネフェルト・ピトゥ・ジョニーポイン、まあ、ゲージを貯めつつでも壁に追いやられたコインコイン3回使って金月カウンターしゃがみぐらいだからしっかり何でもつながる足払いからリボルバーは当たらないが投げられてジャンエスジャンハイ足払いカウンター爆捨てしていたがジャンエスが当たらずあそこはギリギリガードジャンハイ勝ち系カウンターさあ下ろしてしゃが系にバーストどうなるシャガハイジャンディサイクルからあお互い大将大将となりましたタイショウ戦最終試合です。アルカファーストが出てきますね。 1P 側がロイソル 2P 側がアルカファースト。隣では FAB さんがマスパペコンを決めてますが、隣のマスパテコンも見たいっていうのはあるんで。さあ決勝、ロイソル対してアルカファーストさあダッシュ開幕ボルカにボルカスカリから
お互い端々から対空をしたのがアルカファーストダメージを取っている。やっぱりバカにならないダメージ。メテオはしっかりガード。サカパン前パンジャンプには対処していく。サカパンタチケ、タチケはあのファジージャンプ読みですね。あーバーストを切り返して壁維持。タチケは当たらずジャンハイがカウンター。どうなる、体力がないのはそれ側だが、どっかしらで頑張ってダメージを取っていかないとやられてしまう。パシパンシャガパン。あージャンハイ裏回ったところを空投げ一本選手アルカファースト2本目シャガパンにジャンプ。とりあえず若干後ろに下がったのはロイソルだが、空中でジャンピー攻めに行こうとしたところをパスがね、メテオは一旦手を止める。ジャンハイは空投げ。やっぱり上を見てるのはね、アルカファースト。ファーストはまだ打たない。はい、足払いに足払い切り返して出して突っ込んでいった。足払いに今デタングルかわしたが投げられてボールから疲れる。さすがにバーストボールか、まだ負けられない。シャカパンシャケからティル前パンは爆風かわす。勝ったのはアルカファーストネフェルトピトージョニーミケナオニイヌッテでした。おめでとう。さあじゃあね、カメラマンのサイバーマンをさ自分撮り、自分で、ね、自分やめましょう、自分撮りやめましょう。じゃあ優勝チーム写真撮りまーす。よろしく。じゃあ FC さん、 FC さんいますか、試合中いるかな。 MC さんいない。ありました。じゃ あ、 あのプラトンの宣伝しましょう。ついでにお願いします。まあ片以下の中あの群馬でプラトンっていうゲーセンで対戦ゲームとかよく大会とかやってるんで、皆さんよくできたら来てください。一応毎月大会とか無料でやってるんで、一応100円で2クレで3セットかな、3セットでやってるんで一応お願いします。